です。初勝利の平井の喜びの声聞いてみましょう。放送席、そして札幌ドームにお集まりのライオンズファンの皆さん、今日のヒーローはプロ初勝利を挙げました平井投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大きな歓声もかかっています。初勝利の気分いかがですか？いや、今日は本当に野手の人に助けてもらったんで、とても嬉しいです。出番は4回同点に追いつかれてワンアウト1塁3塁というところでした。どんな気持ちでマウンドに向かいました？いや、絶対に逆転されるのは嫌だったんで、まずはゼロで抑える、それだけでした。いきなり牽制のアウト、落ち着いてましたね。いや、まあ走ってる姿が見えたんで、もう一回来るかなっていう、珍しく勘が冴えました。その後中田選手も三振に取りました。あの時の気分どうでしたか？いや、最後はやっぱり自分の自信のあるボールで抑えたいと思ってたんで、まあそれがしっかり結果につながって良かったと思います。ちなみに今ウイニングボールはお持ちですか？あります。見せていただいてもよろしいですか？このウイニングボールどうしましょうか？いや、まずは両親に渡したいと思います。さあ、初勝利をきっかけにさらにこれからもということになると思いますが、これからの試合に向けて意気込みをお願いします。まだまだ優勝を諦めてませんし、一戦一戦全力で戦って必ず審査のためにも優勝したいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー平井投手でした。放送席どうぞ。ドラフト5位ルーキー平井克則の見事なシーズンがプロ初勝利ということになった今日のゲームです。さあ、それではその平井が勝利投手になったという、ライオンズとのゲーム3